です。今日も車内から雑談でございます。いやちょっとふと今日まだミニキャブね乗ってますけど、ミニキャブ乗ってて思ったことがあって、いや最強だなと思って何がだよって話ですけど、なんか今ほらテスラも乗ってるしキャラバンも乗ってますけど、やっぱり狭いとこ行ったりとかねするときってね、やっぱこの軽自動車が最強なわけですよ。でミニキャブって、自分乗ってるミニキャブって三菱の最後の軽ですよ。今三菱は鈴木の OEM になっちゃったから、ミニキャブねありますけど、最後の三菱が作ったミニキャブの、ブラボーターボなんですね。なので NN に比べてやっぱターボ車なんで、加速もそこそこありますし、荷物ってこれだけ積んでてもそこそこ走ってくれます。で、まあ、なんつうんですかね、やっぱ遠出っていうか県外とかに行くとやっぱちょっとしんどいなって感じますけど、でも県内、例えば秩父とか、まあ、三郷とかね、川口とか、まあ、埼玉でいうと右上とかね、まあ、熊谷の方とか、まあ、行くにしても別にこの車で全然問題ないわけです。で、しかも狭い路地全然入れますし、運転もなんか、3台の中で自分の中で一番これが思い通り動いてくれてるなと、まあ、ちょっとブレーキの性能に文句はあるんですけど、まあ、でも本当そんな感じです。だから本当ミニキャブ、ブラボー、ターボ最強だなということで思ったんで、ちょっと動画を上げさせてもらったんですよ。まあテスラもテスラで自動運転があったりとか、やっぱ長距離には非常に向いてますけど、ちょろっとなんだろうね、現場を見に行きたいんでちょっと現場寄りたいなと思った時もやっぱ狭い道入っていかなきゃいけないんで、それがテスラ怖いんですよね。幅広いし、モデル3とかの方がねそれは有利なんでしょうけど、アウトランダーの時もねそれは同じで、やっぱりちょっと現場にね行きづらいなって思ったりしてたんですよね。ちょっと途中で寄るとかの話ね、見に行くとか現状するとかレベルの話、うん、まあキャラバンもキャラバンでやっぱ同じだから、まあキャラバンだったら別にね幅狭いし全然 OKOK なんですけど、ちょっとねそれを感じましたね。いやミニキャブマジで最強、めっちゃ乗りやすいまあこの車が今までの中で一番長く乗ってる車じゃないかな。結構ほらポンポン変えちゃってるじゃないですか、ご存知の通り。だけどミニキャブは変えてないっすよね。前乗ってたタウンボックスも長かったもんな、これは結構長いですよね。ただ距離はまだ5、6万キロぐらいなんで、全然走るんでね。うん。7万キロぐらいでタービンがいっちゃいそうな気がしますけど。ブレーキがね、やっぱ12インチなんで、全然効かないんですよ。今スポーツパッド入れてますけど、いや全然効かない、これだけの荷物積んじゃうと。フル、もう満載なんで今後ろ。最大積載量多分ギリギリだと思うんですよね。ブレーキがほんと効かないんで、そこだけなんとかしたいんですけど、だ下り坂あるじゃないですか。結構急な下り坂で信号待ちで止まるときっつうのはめっちゃやばいですね。しかも雪道軽くロックするし、それはマジでやばいですちょっとガソリンを入れましょう。よし、じゃあガソリン満タンということで、燃費は悪いですけどね。そういえばこの車7キロぐらいかな、エアコンつけてると。今エアコンもつけてますけどね、7キロ8キロ走んないかな、 7. 点何キロかしか走んないかな。でも本当にこの軽の箱番っつうのはもうすごいですよね。何なんですかね、軽なのにこれだけ荷物を集めるし、これだけ走るし、まあ、NA だとね、ちょっとしんどいんですけど、どの車種もね。うん、でも、スズキの、あれ、エブリーターボ。めっちゃ速いですよね、スズキは。ほんとスズキ速いな。まあ、ハイゼットも速いけど、三菱が一番そこら辺ね、遅いなって今まで感じてたんですけど。ほんとでも、運転しやすいのはね、個人的にはこの三菱のミニキャブが一番じゃないかなって感じてますけどね。いろいろ乗りましたけど、乗ったことないのは、バモス乗ったことないんだよな。バモスはなんかすごいみんな乗りやすいって言いますよね。あと N 版も乗りやすいって聞くけど、N 版なんか形が好きじゃないのと、個人的にね、形が好きじゃないのと、
あとあの N 版つか N シリーズのあの障害物センサーあるじゃないですか。あれが三菱のアウトランダーとなんか周波数が一緒かなんかでエラーが出るんですよね。N シリーズに近づくとアウトランダーの場合は、それがすごいもう嫌なイメージしかもうないんですよ。個人的にですけどね。アウトランダーの、そうそう、アウトランダー乗りの方は、あれ N シリーズ気をつけた方がいいですよ。これ結構もう有名らしくて、三菱も知ってますからね。N シリーズはもうみんな、まあ、みんな全部じゃなくて、最初 N 版だけだったんだけど、最近 N ボックスもね、みんな鳴ってたんで、ピー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 、エラーになっちゃって、ピーつって。あれは N シリーズ側からしたらどうなんですかね。ピコピコ鳴ってるのかな。これアウトランダー乗りの方どうなんですかね。もしあのね、 N シリーズのそのなんつうの、誤作動起こすんですよ。障害物センサーがアウトランダーの場合ピコ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 誤作動起こすんで、その誤作動起きた時によく見てみると前か後ろがホンダの N シリーズなんで、それ見てみると面白いですよ。あ、また誤作動起こしてるなと思うと、あ、ホンダじゃんみたいな、そんな感じ。別にホンダが嫌いってわけじゃないんですけど、バイクはホンダ好きだし、そういうのがあるんで、ちょっとアウトランダーの皆さんちょっと気にしていただけると、特にね、19型の SN ディション乗ってる頃が一番出たかな、うん、っていうのがね、あります、はい、ということで、もうめっちゃ雑談でしたけど、まあ、今日はこの、まあ、とにかく K の箱番がすごいっていうのと、もう三菱のミニキャブのね、もう最後のやつ、これめちゃくちゃ乗りやすくて最強だっていう話、あとアウトランダー PHEV の障害物センサーのエラーの話を雑談的な感じでさせていただきました、まあ、こんな感じで雑談もちょいちょいやりますんで、いろんなことをやってるチャンネルでございます。ぜひ他の動画見ていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、また高評価の方もよろしくお願いいたします。あ、コンビニ寄ろうと思ったら忘れちゃった。まあいいか。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日も長々とご視聴いただきましてありがとうございました。いやマジ乗りやすいミニキャブ、おすすめの1台、もう買えないけどね。